雪組のさつきあいなです皆様いかがお過ごしでしょうか今回私がお伝えしたいのはまた力強く歩き出すために少し止まるという言葉です、えー、歩くという字は少し止まると書きます私はこの期間に立ち止まったことにより今まで見えていたいろいろな物事を違う角度から見つめ直すことができました当たり前であったことの大切さに気づき 改めて感謝をすることができました自分とゆっくり向き合い好きなことや好きなものに触れ素直にシンプルに過ごすことができましたこの機会は私の世界を大きく広げてくれたと思いますだからこそまた力強く歩き出すことができる、えー、皆様も時々立ち止まってたくさん充電していただきまた力強く歩き出していっていただけたらと思います 次に私が指名をさせていただくのは月組の花草香音くんです、えー、花草くんは雪組ベルサイユのバラが初舞台ということで今では月組の若手男役として活躍をしていてとても頼もしい存在です、えー、私も彼女のこれからのさらなる活躍を期待しておりますそれでは皆様一日も早く皆様の笑顔にお会いできる日を 心より楽しみにしておりますそれまでどうかお元気でお過ごしください